はい、アコギチャンネルです。ギターが弾けるようになる期間は考えるなをお話しします。タイトルを見て驚いている人も多いと思います。ギターってどのくらいで弾けるようになるのかと気になっている人に衝撃的な事実を知ってもらうための動画です。僕のところによく来る質問があります。ギターを始めて1年ですが全然弾けません。諦めた方が良いでしょうか？これからギターを始めたいのですが、1ヶ月で弾けるようになりますか？など、どのくらいの期間でギターが弾けるのか、という質問がよく来ます。ギター初心者はどのくらいでギターが弾けるようになるのか気になりますよね。1ヶ月なのか、半年なのか、1年なのか、皆さんはどのくらいで弾けるようになりたいですか？結論を言うと、ギターはやめなければ弾けるようになります。弾けるようになる期間は個人差があります。僕の場合、普通に弾けるようになったのは3年です。スラスラ弾けるようになったのは5年です。どんな曲でも簡単に弾けるようになったのは8年です。ただし僕は YouTube のない時代に独学でギターを始めました。なのでこの動画を見ている皆さんと環境が違うので参考にならないかもしれません。また作曲がしたくてギターを弾き始めたのでうまく弾けなくても良いと考えていました。そのため上達はかなり遅かったと思います。では皆さんの場合、どのくらいの期間でギターが弾けるようになるのが理想なのかを話していきます。アコギチャンネルでは他の動画でもギターの有益な情報を投稿していますので、チャンネル登録をしてギターを上達しましょう。ギターが弾けるという感覚は個人差があります。ギター初心者には F コードが弾けない人と弾ける人がいます。F コードが弾けない人にとって F コードが弾ける人はうまく弾けると感じます。逆に F コードが弾ける人にとって F コードが弾けない人はうまく弾けないと感じます。なのでギターが弾ける基準を決める必要があります。この動画におけるギターが弾ける基準は以下の通りになります。ギター初心者が C コード、G コード、F コード、D マイナーコード、E マイナーコード、A マイナーコードを使った曲のフルコーラスをストロークでスラスラ弾けるという基準に設定します。例えば、あいみょんのマリーゴールドやスピッツの空も飛べるはずをスラスラと弾けるレベルと考えてください。参考として個人レッスンの生徒さんの演奏を少しご紹介します。ギター初心者の生徒さんがどんな感じで弾いているのかがわかります。他にも生徒さんの演奏を紹介していますので、ご興味のある方は再生リストからご覧ください。ギター教室では10代の小学生から80代の高齢者まで生徒さんを教えています。なので生徒さんによってギターが弾けるようになる期間は個人差があります。その点を考慮してギターが弾けるようになる期間の平均は1年です。早い人は半年、遅い人は3年です。ワンコーラスの場合はフルコーラスの半分くらいの期間になり、平均で半年です。早い人は3ヶ月、遅い人は1年半です。僕の個人レッスンは弾けていると判断する合格ラインが厳しいので、若干長いかもしれません。また弾けるようになる期間は個人差があるので、あくまでも参考程度として考えてください。独学はギター教室よりも弾けるようになる期間が長くなると思います。また弾けているかいないかの判断が自己判断になるので、ギター教室よりも弾けているという判断が甘くなる可能性があります。その点を考慮して、ギターが弾けるようになる期間の平均は2年です。早い人は1年、遅い人は6年です。ただし個人差があるので、もっと早く弾ける人もいれば、遅い人もいると思います。例えば毎日1時間練習する人は1週間に1時間練習する人よりも上達が早いかもしれません。逆に毎日1時間練習しても効率の悪い練習をしていたら1週間に1時間練習する人よりも上達が遅いかもしれません。
独学は客観的な判断が難しいので、弾ける期間を予想するのが難しいです。なので、友達や家族に自分の演奏を聴いてもらい、うまく弾けているかいないかを客観的に判断してもらうのが良いと思います。また、演奏を録音して自分で客観的に聴くことをお勧めします。弾いているときはうまく弾けていると主観的に感じても、録音した演奏を客観的に聴くとうまく弾けていないことがあります。録音した演奏が真実なので、うまく弾けていない箇所を改善すれば、早く確実に上達します。特に独学で伸び悩んでいる人は、自分の演奏を録音して改善する練習を試してください。きっと上達が早くなると思います。僕の経験上、ギターはやめなければ弾けるようになります。例えば3ヶ月でギターが弾けるようになっても、やめてしまえばそれ以上うまく弾けません。逆に1年でギターが弾けるようになっても、やめなければ3ヶ月で弾けるようになった人よりもうまく弾けます。つまりギターが弾けるようになる期間は重要ではありません。ギターをやめなければ上達する可能性は無限大です。今弾けなくて伸び悩んでいる人もやめなければいつかうまく弾けるようになります。その証明は僕ができます。僕はギターが弾けるようになるまでに3年かかりました。おそらくギター初心者の中でも遅い方です。なぜなら僕の生徒さんはギターが弾けるようになるまでに1年しかかからないからです。でも1年で弾けるようになった生徒さんよりも30年以上弾き続けてきた僕の方がうまく弾けます。なのでギターが弾けるようになる期間は重要ではありません。たとえ上達が遅くてもギターを弾き続けることが上達への早道と考えてください。ギターをやめなければ弾けるようになると信じていればギターが楽しくなります。早くギターが弾けるようになりたい気持ちはわかりますが、先を急いで自分を追い詰めてもギターは楽しくありません。なのでギターはやめなければ弾けるようになると気楽に考えてギターを楽しみましょう。この動画を見ている皆さんは、ギターが上達したいという気持ちが強く、勉強熱心なので、ギターが上達しないなんてことはありえません。自信を持ってギターを練習してください。ここまで見てくれた皆さんに無料プレゼントがあります。ギター上達に役立つマニュアルや、ギター曲のタブ譜の PDF を無料でゲットできます。入手方法は、LINE 公式の友達追加をして、キーワードをメッセージしてください。有料級の PDF を無料でゲットして練習に役立ててください。それではこれで終わりにします。現在アコギチャンネルは1000人以上の仲間が登録してくれています。ぜひ皆さんもチャンネル登録をしてアコギチャンネルの仲間になってください。今後も LINE 公式で無料プレゼントをしますので、LINE 公式の友達追加もよろしくお願いします。最後まで見てくれてありがとうございました。